皆様、こんばんは、竹尾でございます。今回もですね、ちょっとミニ四駆の、まあ、ある部分についてね、ちょっと細かく深くね、喋っていこうかなというコーナーでございます。はい、今回ね、皆様にお話したいのはですね、フレキじゃないとダメなのかというところでございますね。なかなか難しいところでございますが、はい、このね、竹尾チャンネルを、ご覧になっている方はですね、僕は、まあ、結構スーパー2を、中心に使っているというのはね、ご存知だと思うんですが、やっぱりですね、まあ、公式大会とか、そういう時とかね、やっぱり MS シャーシを持っていて MS フレキを、使うことも非常に多いですね。で、まあ、だからといってね、まあ、MS フレキが絶対正義というわけではないと僕は思っておりますね。まあ、本当にね、まあ、ちょっと昔のことを振り返りますとね、まあ、MS フレキがまあ本当に流行り出した頃、まあ、それまではですね、まあ、VS シャーシであったりとか、AR シャーシというのもですね、まあ、本当にMS フレキと変わらないぐらい、使用率があったんですよね。うん。で、まあ、多分2016年、2017年ぐらいからですね、まあ、MS フレキがぐんと増えまして、でも本当に今はもう多分、公式参加者の8割は MS フレキを使ってるんではないかなと思っております。ね。まあ、時代が進みまして、まあ、ギミックの方も非常にね、いろいろ開発されましたよね。まあ、AT バンパーしかり、アンカーしかり、ね、まあ、リフター関係の静止性能もですね、本当に昔の技術に比べると非常に格段に上がっております。はい。で、その静止性能だけに限ればですね、正直ですね、MS フレキでなくてもですね、ギミックとかをね、しっかり考えて作ればですね、静止性能、MS に負けない、MS フレキに負けないぐらいのね、静止性能は、得れます。はい。これはね、間違いないです。僕のね、スーパー2シャーシ、まあ、普段使ってるんですけども、まあ、そのスーパー2シャーシもですね、いろいろ考えてきましてですね、まあ、必要最低限なね、静止性能っていうのは兼ね備えてると思っておりまして、特段ですね、あ、なんか跳ねるなと思ったことはございません、ね。で、まあ、パタジグのね、やっぱ利点としまして、スプリントダッシュモーター使うことなんですよね。はい。まあ、スプリントダッシュモーターって非常にですね、使いやすいモーターでございまして、結構ですね、みんな回転数言うじゃないですか。ね、やっぱ回転数多い方が速いとかね、やっぱあります。まあ、当然ね、回転数があってもトルクがないと、速度が出ないということはあるんですが、やっぱ回転数ってやっぱり気になりますよね。で、この回転数っていうのが、比較的ね、マッハダッシュに比べてスプリントダッシュの方が出しやすい気がするんですよ。はい。なんで、そのスプリントダッシュを使えると、まあ、パワーダッシュも速いですね。パワーダッシュも速いですし、まあ、パワーダッシュ、スプリントダッシュが使えるというね、利点がありまして、単純な、多分平面速度、とかはですね、正直 MS とかより、MS とか MA とかより、まあ、形軸のね、S2 であったり VZ とか、その方がね、速度は出るんではないかなと、僕は考えております。ね。なんで、平面が多いレイアウトとかね、そういうのはですね、正直まあ僕としてはラッキーと、S2 の出番だというところで考えたりしますね。ただ、まあ、どうしてもですね、二段着地であったりとか、なんていうんですかね、やっぱり一番苦手なのがですね、スロープの、スロープっていう下りのセクションじゃないですか。スロープのセクション下って、一枚着地、一枚ストレートあって、すぐコーナーある。それがですね、やっぱり肩軸、ね、苦手なところだと思うんで、まあ、そういうセクションがね、ある場合はですね、僕も、もうダメだということで、MS を使うことはございます。そのギミックをクリアする引き出しっていうのはですね、やっぱり MS フレキの方が多いんですよね。うん、なんかやっぱりこのフレキの硬さ、柔らかさとかで、本当に調整もできたりしますし、まあ、その辺はね、やっぱり MS の強いところでございますよね。またそれがなければですね、正直S2 とか、形軸とも十分戦えると思ってるんで、まあ、全体的にでもコース次第ではもう完全に形軸の方が有利ということも全然ございますんで、僕は基本的にはもう形軸と MS 両方とも持ち歩いております。で、まあ、その比を見て調子がいい方を使うということをやってます。まあ、このね、複数台のマシンを使うというのもね、なかなかね、良かったり良し悪しなんですよ。はい。なんで、やっぱり分散しちゃうんですよね。
あこれも触って、あこれも触らなあかんっていう分散しちゃうんで、まあ、よし悪しなんですが、まあ、僕としてはいろんなシャーシ使いたいんで、はい、まあ、それなりに、ね、楽しんでやっておりますが、ね、まあ、今までだらだら話してきましたけども、まあ、MS フレキが、どこでももう万能でしょうと、まあ、万能なのは間違いないんですけども、まあ、絶対正義かと言われればそうではなくて、形軸が強いこともございますんで、まあ、本当にね、自分が使いたいシャーシをとりあえず使ってみてですね、まあ、横で、ね、FS とりあえず用意しておいてとか、MA 用意しておいてとか、そういうことはね、全然やっていいと思います。ね、ただ、肩軸が生きるところは、もうしっかり肩軸で頑張って走ると。ね、肩軸の利点が生きるときも必ずございます。なんで、皆さん好きなシャーシを、組んでね、走らせて楽しんでいただけたらなと、思っておりますんで。はい。というわけでございましてね、長々喋りましたが、どうしてもね、話まとまってるのかなわかりませんが、それはですね、編集している僕に任せたいと思います。というわけで、今回は以上でございます。また次回お楽しみに。